や社会現象となったセロのマジック革命。これまで日本中に数々の衝撃を与えてきた。セロの手にかかれば全ての物質が自在に変化。そこに時間と空間の概念は存在しない。マジックにしてマジックにあらず、現実を超えた脅威の現象、それがセロのサプライズ。驚きの波紋は番組の枠を超え、さらなる広がりを生んだ。セロが現れると、そこがサプライズの舞台となる。めちゃイケの企画でコンビーフの寿司をご馳走になるセロ。しかし実はセロ、マヨネーズが苦手。そこでセロはこの寿司を好きな味に変えるという。一体何をしようというのか。おもむろに手をかざすと、マヨネーズは僕にはありえません。挨拶代わりのサプライズ。さらに、しかし本当のサプライズはここからだった。まずはコンビーフ寿司を岡村に渡す。今日はコンビーフ寿司を作りましたが、やっぱり寿司は作るならイクラです。そしてやっぱりイクラとコンビーフ合わないから、やっぱり作るならウニです。すげえ。ちょっと取ってた。なんとコンビーフが高級ネタに。驚きの現象に半信半疑の2人。こうしてまた驚きの波紋が広がった。昨年の K-1 でもセロは5万人の観客を前にパフォーマンスを敢行。会場を沸かせた。さらに2週間前に行われたその記者会見、ここでもセロは詰めかけた100人の記者を前にサプライズを披露した。今日はカレプさんに新しい技を見せてあげます。プレゼントです。お願いします。教えてあげる。果たしてセロが伝授する技とは。会場が緊張に包まれる中、いよいよサプライズの幕が上がる。ゆっくりとセロにパンチを繰り出すカラエフ。すると、カラエフのパンチをまるでマトリックスのように上体を反らし避けるセロ。頭上に繰り出されたキックも悠々とかわす。そしてついには片足だけに。360度あらゆる角度から見ても何の仕掛けも見当たらない。イナバウアーならずセロバウアー。マジック革命セロ、今夜セロのサプライズ、ついに新作解禁。カレイさん、はい、これから2時間のサプライズ始まりますけれども、はい、今のお気持ちいかがですか。いや、もうほんの最初の 2,3 分でみんなここすごいですよ。盛り上がっちゃってすごいすごいですね、あの V 以上のことが今日起こるんですか。楽しみにしてください。うわ、これは楽しみにしてますよ。さあ、それでは参りましょうか。ちょっと待って、はい、続ける前に僕から一言、皆さんにメッセージあります。僕のマジック見るときは Don't think, just enjoy、 OK?では皆さん、The magic begins here. 時間と空間を超越するセロのサプライズ。この日、大阪にセロの姿があった。
囚人監視のストリートでこれまで数々のサプライズを実現してきたセロ。今回はどんなサプライズを見せてくれるのか。セロが向かったのは人気のテーマパーク、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン。名作映画のワンシーンを再現したアトラクションの数々。この春には話題のハリウッド・ドリーム・ザ・ライドがオープン予定。セロはここで一体どんなサプライズを披露するのか。セロが歩くと次第に人が集まり始めた。すっごい人が集まってきた。はいはい。そしてあっという間に黒山の人だかりが。するとセロは360度観客に囲まれた状態で挨拶代わりにセロのお箱セロバウアー。突然のパフォーマンスに観客も大喜び。この後さらなるサプライズが炸裂する。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへとやってきたセロ。続いて向かったのは Goodness. はい、はい、スパイダーマン The Attraction。 すごい。アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド。ビルへと飛び移るスパイダーマンの視点や衝撃を体感できる人気のアトラクション。その驚きの能力で今や世界的なスーパーヒーローとなったスパイダーマン。今年のゴールデンウィークにはシリーズ最新作となるスパイダーマン3が全世界で同時公開される。すごい。 He's my superhero Spider-Man。 グッズ売ってる。グッズ。そんなスパイダーマンが子供の頃から大好きだったというセロ。早速グッズ売り場へ商品を手に取る。あ、面白い。スパイダーマンプレイングカード。これいくらですか？630円。スパイダーマンのトランプを購入。これで一体何をしようというのか。ね、みんなみんなちょっと近く集まって。ちょっと近く集まって。観客を近くに集めるセロ。自ら囚人監視の状況を作り出し、どんなサプライズを繰り広げるのか。あ、じゃあ一人手伝ってください。はいはいはい。 What's your name? マナミ。マナミ、ちょっと手伝って。はい、マナミ。はいはい。いろいろかっこいいスパイダーマンの絵がいっぱい飾ってあります。どのカードでもいいです。1枚選んでください。はい、 Any card。 観客の女性に協力してもらいカードを1枚選んでもらう。ハートのクイーン。彼女が選んだカードはハートのクイーン。続いてそのカードに彼女の名前を書いてもらう。これで皆さん世界で1枚しかないマナミのカードになりました。セロの言う通り、世界で1枚だけのカードに。もちろん何の仕掛けも見当たらない。まずこう上に置いていきます。で1回カットします。これで真ん中に入りました。僕がこのままシャッフルするとよく怪しいって言われます。 So 軽く切って、そして女性にカードをシャッフルしてもらう。この時点で選んだカードがどこにあるか誰にも分からなくなる。もういい？ OK、Good。 じゃあこの中にはどっかにあります。で今日は何人かに手伝ってもらいます。 OK、Excuse me, can you help? ちょっと手伝ってください。何枚か渡します。周りにいる観客にカードを振り分けるセロ。この状態で女性のカードを探し出すという。ではマナミ、まず僕がエリミネーションで入ってないと思うやつをだんだんはけていきます。 OK、 じゃあここで立ってみてください。まずはイマジネーションでサインしたカードの入っていないものを省いていく。果たして。見せて。これ入ってません。入ってる？入ってません。確かにこの中にサイン付きのハートのクイーンは入っていない。続けていきます。あ、これ両方入ってません。入
ってません。マナミ確認してください。入ってますか？入ってないです。 OK、 これ渡します。同様に彼女のサインがないカードを次々と省いていくセロ。しかしこれはあくまでも序章に過ぎなかった。衝撃のサプライズがここから始まる。このまま当てるとちょっと面白くないです。ちょっと面白い当て方をしたいです。でここでちょっと通路を作ります。皆さん開けてください。開けてください。残り4人になったところで観客を後ろへ下げる。面白い当て方とは一体。いよいよサプライズの幕が上がる。みんなお願いあります。自分の頭の上に持ってきてください。自分の頭の上。Good。 ちょっと軽く広げてください。 Perfect。 みんな Watch carefully。 この後我々は驚くべき光景を目の当たりにする。セロの手首から蜘蛛の糸が。その顔驚いたのはもしかしてサインがついてるから。はい。間違いない。 Is that your card? 間違いない。奇跡の瞬間を別の角度から見てみよう。まるでスパイダーマンのようにセロの手首から突如蜘蛛の糸が飛び出し1枚のカードをキャッチ。しかもその捉えたカードは先ほどサインしたハートのクイーン。スローで見ても謎は深まるばかり。セロはスパイダーマンにもなれるというのか。 Thank you。大阪のチーム、ゼロのサプライズがしっかりと刻み込まれた。さあ最初のゼロのサプライズご覧いただきましたが、ちょっとスタジオが異様な緊張した雰囲気に包まれてますね。普通今までのマジックとかのイメージって、その手を隠すっていうか見せないで見えないようにして打ってたのがスローモーションでバッチリこっから。出てくるから。そうだもんね。ここで早速最初のスタジオサプライズ。セロが面白いものを見せるといいゲストを前に集めた。いないよな。 OK。 じゃあ土浦なぎささん、ここ前に出てきてください。はい。Right over here。 一体何を見せるというのか。この辺です。 OK。 で後ろの人もちょっと近づきましょう。 OK。じゃあお願いあります、はい、これから僕のまず手を持ってください。 Right here。 僕の手を持ってください、okay? こんな感じです、はい okay? ちょっと前に来てください。私僕が倒れないように僕しっかり支えてください。もうちょっとバック、もうちょっと来てください。はい、来てください。来てください。もうちょっと来てください。もうちょっと来てください。もうちょっと来てください。何してんの？ Come closer。Come closer。支えきれないかもしれない。Come closer。Come closer。何どうしたの？何してどうしたの？危ないよ。危ないよ。危ないよ。あれ？ちょっと待って。はい、ゆっくり。こんな腹筋すごいよ。手を離して、ゆっくり手を離して。え？嘘でしょ？And back。離れてください。続いてなんですが、セロが芸能人の皆さんの元を訪れまして、サプライズでその素顔を引き出していきます。セレブリティサプライズです。 VTR ご覧ください。何でやってるよ。なんでセロのセレブリティサプライズ、ターゲットはこの人。この日都内のとあるホテルへとやってきたセロ。いやこんばんは。そこにいたのは広末涼子さんとそのスタッフ。はじめまして、広末です。彼女の最新作がこちら。
洗濯機来月10日から公開される映画バブルへゴー。バブル真っ盛りの80年代にタイムスリップした主人公真由美が日本の危機を救うタイムスリップラブコメディ。出世してない。眉毛太っ。僕のパワーで実はこういう洗濯機に入らなくても時間をコントロールすることができるんです。ほう。今日はこういうの持ってきました。取り出したのはタバコ。セロはタバコを使ったサプライズを披露するという。僕の時間巻き戻す現象を見せます。マッチ。タバコを使い時間を巻き戻すとは一体。まずはタバコを2つにちぎり、それらを指で挟む。時間を操ることなど本当にできるのだろうか。指でタバコをくるくると回していく。すると2つにちぎれていたタバコが再び1本に。でもまだ切れたところは見えてますね。確かにまだ切れ目が残っている。 You can see it? Okay. もうちょっと時間戻します。ここでセロは広末さんにマッチを渡し1本火をつけるよう指示。マッチの火でどうやって時間を戻すのか。ねえ、まだタバコはくっついてますけど切れています。はい、よく見てください。タバコの切れ目に火を近づける。するとタバコの切れ目がみるみるうちに消えていく。あ、すごい綺麗になってる。綺麗になってる。完全に元のタバコに戻ってしまった。まさにタイムコントロールサプライズ。さらにI have one more. もう一つ見ますか。この後セロのさらなる時間操作に広末さん大興奮。どうして広末涼子さんの元を訪れタイムコントロールサプライズを披露したセロ。 I have one more. もう一つ見ますか。もう一個タバコ使った。あれ、タバコなくなっちゃった。箱の中には何も入っていない。 No problem.Now watch. 中身の入っていないタバコの箱に一体何をしようというのか。時間が戻りました。本当です。見て。なんと空っぽだったタバコが封を切る前の新品の状態に。これタバコ代かからない。素晴らしい。全部復活しました。 This is my magic. セロのサプライズの波紋が広がった。セロのセレブリティサプライズ、続いてのターゲットはこの人たち。この日東京メディアシティスタジオへとやってきたセロ。セロだ。How are you? 本物だ。ザ・ベストハウス123の MC が今回のターゲット。毎回あらゆるジャンルのベスト3を発表。世界のすごいものを全部見せます。ザ・ベストハウス123、毎週水曜日夜9時。世界のあらゆる物事のベスト3を紹介する番組なんです。そうです。でいろんなベスト3があります世界、ね、例えば衝撃映像ベスト3、はい、あの大きな動物、ベスト3とかそのようなものをやっております。面白くない番組みたいになってる。今のダメ。今日は、僕も、マジックのベスト3持ってきました。持ってきたの。やった。 That's right. でも持ってきたのはこれです、はい、見てください、はい。
これを使います。何もないよ。違います。何もない。僕の手だけを使ったベスト3のマジック今日見せます。うわ、手だけを使いセロは一体どんなサプライズを見せてくれるのか。では皆さん、僕の何も小道具使わないベスト3から発表します。はい、セロのマジック第3位はこれだ。ワン、ツー、スリー。うん、今なかったですよ。なかった。なかったですよ。なくなってたよ。折ってんじゃないんだ。シンプルだな。すげえ。折ってると思ってた。続いて第2位はこれだ。ワン、ツー、スリー。見てください。はい。My thumb。Yeah。親指。潜った。関節どうなってる。 Are you guys ready for my best number one? この後セロが第1位のサプライズを披露。スタジオ大パニックに。 Are you guys ready for my best number one?何も使わないセロのサプライズ、流行る第1位はこれだ。ワン、ツー、スリTime? みんな見て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 。じゃあ逃げないでくださいね。普通マジックってどうなってんのかなって種考えちゃうんですけど、考えないで楽しんでっていう意味が、もう考えても無駄だっていうのが分かっちゃったから、もう楽しむしかないんですよね。なんかこう呆然としちゃうっていうか、言葉やっぱ失っちゃうんですよね。今週金曜夜9時放送のドラマ「永遠へ」。がんを発症しながら出産、懸命に子育てをするシングルマザーの実話を片平さんが熱演しています。まだまだとわっと生きていたいですから。セロのもう一つの魅力、それは愉快ないたずらマジック。初体験のゴルフでセロはどんないたずらを思いつくのか。不思議な不思議なセロゴルフ。セロがやってきたのは福島県にある棚倉電車クラブ。セロはここで一体どんな愉快なプレーを見せてくれるのか。Good morning. How are you? 一緒にラウンドするのはこの3人。早速セロが何かいたずらを思いついたよう。山下さんのボールにセロが触れると、ボールが爆発。いたずら大成功。今度は急な斜面のショット。どんどん状態を反らしていくセロ。
ついには斜面に垂直に立ちボールを打つ。ここから釣ってんじゃないのこれ。打っちゃう。ちょっとそのままじっとしてて、ちょっとじっとしてて。何もないですよ。すごい。何もないよ。何もないですよ。あなたおかしいよ。不思議な不思議なセロゴルフ。続いてはパター対決。みんなでカップにどれだけボールを近づけられるか競い合う。風でも曲がっちゃう。グリーンには途中に段があり、そう簡単にカップには近づかない。ここでいよいよセラの登場。この難しいロングパットを見事カップに沈めることはできるのか。ところが、自信がない。どうしたの？自信がないとは、今僕のボールからカップまでの距離が遠すぎるというのだ。そういう時には違う解決をします。違う解決方法とは、どういうことか教えてあげます。ナナさん、まずはちょっと待って。 Can you stay here for a second? ちょっとここで待っててね。はい、グッド。不思議なことにセロのパッドが一人で立ってしまった。ついてきて、ついてきて。これ自体おかしくない？そこないよ。おかしいですよね。セロの言う違う解決方法とは一体。カップの近くへと移動する。ちょっと待って。カップに向かうセロ、ピンを抜き、それを3人の元へ、そして再びカップに戻る。カップここです。はい、 OK? Now watch。 いよいよ違う解決方法が明らかに。カップを両手で覆い力を込める。すると、ちょっとおかしいぞ。なんとカップが消えた。そして両手を合わせたまま3人の元へ。いたずらがいつしかサプライズに。どうして消えるんだいや、消えたんじゃないんです。ここに今あのホールがあります。カップこの中にあります。でもあそこ綺麗になっちゃってますよね。見る？あ、吸い込まれるからダメ。ちょっとついてきて。Follow me, follow me。 セロの手の中にカップが移動したのだという。そのままボールに近づくと、グリーンの上にそっと手を置く。すると、なんとカップが出現。衝撃の瞬間をもう一度見てみよう。何もないグリーンの上に合わせた両手を乗せパワーを送ると、なんとグリーンにカップが移動。次にセロはどんなスポーツで驚かせてくれるのか。続いてセロのカードサプライズ。ジョージ、はい、実はこのカードの横にいろいろと印がついています。ついてるね。これからこの印を使って1枚選んだカードを当てるっていうマジック見せます。全バラバラです、うん、ですね。じゃあミカさん、はい、お願いします。カードをこれから弾いていきます。好きなところでストップって言ってください、はい、どこでもいいですよ、はい、いきますよ、はい、ここでいいですか。じゃあ今日ジョージとミカさん覚えてもらうカードはこれです。忘れないでください、はい、いいですか、はい、そのまま上を重ねていきます、はい、これから横の印がついてる横の印を使って2人が選んだカードを探します。じゃあまずはカードを切り揃えます。すごい。
横のマークを見てください。あ、なんか書いてあるよ。なんか書いてある。書いてある。あれ？揃います。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 実は今カード、ハートの種類、クローバーの種類、ダイヤの種類、スペードの種類が全て分かれてきました。もう一回見せてあげます。もう一度横のマークを見てください。揃います。今度は赤いカードと黒いカードがそれぞれ分かれてきました。もう一度切り揃います。何、One more time 切り揃います。全てが切り揃いました。どういうことか見せてあげます。全てのカードが揃いました。でもここで多分聞いてる質問がまだ一つあります。その前に僕のカードはどうしたんですかって聞いてるでしょ。そう OK、 探してあげます。 You ready?Focus. Concentrate. はい。選んだカードはハートのエースです。The Ace of Hearts. タイムソーソーだよね。違う。Sorry. What was your card? Yeah. What was your card? ハートの8ね。8。ハートの1じゃなくてハートの8。8。ちょっとね、投資がどっかで。はい。ずれてしまいました。エイトとエースと八と一似てるんじゃない？似てますね。ちょっと待って。忘れてます皆さん。僕はこのサプライズ見せる最初に言いました。印を使ってカード選んだカードを探しますって言いましたね。印ね。印がまだあります。え？ちょっと嫌だよ。ちょっと。え？ハートの8です。うわあ、すげえ。すごい。Thank you。この後セロの手から奇跡が生まれる。スタジオ騒然。今回セロがやってきたのは駒込。バレンタインを間近に控え、セロは一軒のケーキ屋に立ち寄った。 Hello、 こんにちは。すいません、ちょっとお邪魔します。ちょっと今日マジックをここでお見せしたいんですけど、お時間いいですか？皆さんいいです。 ありがとう。早速店内の客を呼び集める。囚人監視の中、一体どんなサプライズを行うのか。今日はここの店のものを使って僕一つ予言のマジックを皆さんにお見せします。果たしてケーキを使った予言サプライズとは。まずは客の中から3人の女性を選ぶ。じゃあちょっと待って、今日はこういうの持ってきました。スケッチブック、OK？ セロが取り出したのは一冊のメモ用紙。これから僕が見えないところに3人に行ってもらいます。そして一人一人がこの中から欲しいものをここに大きく書いてもらいます。書いた後は自分が書いたページを破いて4つに折って誰にも見えないように持っといてください。はい。誰にも見られないよう3人の女性を店の隅へと連れて行き、食べたいケーキの名前を紙に書いてもらう。
その間セロは彼女たちが選ぶであろうケーキを予想して注文。果たしてセロの予言は的中するのか。出てます、言われてます。出ました。言いました。はい。 You're finished? はい。 OK、 皆さん4つに折りましたね。はい。見えないようにしました。彼女たちが食べたいケーキの名前を書き終えたところで、ちょうどセロが予想して注文したケーキも箱に入り用意された。箱を一つずつ手に取り、予言の答え合わせをする。じゃあこれ持ってください。一人目の女性が書いた紙を開くと、これは何ですか。紅茶。紅茶。彼女が選んだケーキは紅茶。箱の中にセロの予言したケーキが入っている。果たして。開けてみましょう。 Ready? はい。僕が予言したのは紅茶です。しましょう。紅茶、紅茶、これが紅茶です。確かに箱の中には紅茶のケーキが。予言が見事的中した。 Next one、 もう一つあります。続いて2人目の女性、彼女が選んだケーキとは。選んだのはシュークリーム。シュークリーム。シュークリーム。果たしてセロの予言は当たっているのか。シュークリーム。でも予言は的中。最後です。もう乗ってしまいました。残るは一人。パーフェクトなるか。選んだのは、選んだのは、選んだのはいちごのショートケーキです。最後の女性が選んだのはいちごのショートケーキ。果たして箱の中身は。いちごのショートケーキ。あれ、ミルクレープじゃないですか。なんとセロが選んだのはミルクレープ。予言が外れてしまった。ちょっと待って、ショートケーキなかったですよ。それじゃダメかな。これそれもそのはず、彼女が選んだショートケーキは大きいホール状のもの。これはまさか選ぶと思ってなかった。あー、そっか。おう、あー、これがショートケーキ。売れ切り。売れ切り。そう、小さいサイズのショートケーキは売り切れていたのだ。全くの盲点を突かれたセロ。あー、すみません。 No, no, it's not your fault. It's not your fault. あなたのせいじゃないです。この空気はどうしたらいいかな。セロ、まさかのサプライズ失敗。しかしこのハプニングがさらなるサプライズを生み出す。これください。で、放送する前にちょっとここにカウンターに置いてもらっていいですか。はい、ここに置いてください。お願いします。はい、じゃあこれからこの問題を解決しましょう。解決です。するとセロは大きいサイズのショートケーキを注文。一体どうやって解決するというのか。で、お願いあります。ここを開けます。ちょっと手伝ってください。ここ破ります。そしてミルクレープの入った箱を破いていく。一体何を始めるのか。この後我々は驚くべき光景を目の当たりにする。ミルクレープ1 2 3。なんとミルクレープがショートケーキに変化。奇跡の瞬間をもう一度見てみよう。ミルクレープにセロが手をかざすと、一瞬にしてショートケーキに変化。すごいね。じゃあさっきこれも食べてください。本物。美味しいでしょ。美味し
しいでしょ。本物です。 That's right。 でクレープ皆さんどこに行ったか知ってる？ミルクレープは知らないです。まだ見ててください。実はこのショートケーキ、 Hey watch、 この辺よく見てください。 One Two Threeショートケーキの一部がミルクレープに変化した。これ食べたい人、はい、はいはいはい、誰がいました、はいはい、はい、OK、here you go, here you go. 食べて、come come closer。 美味しいでしょ。美味しい。これだけケーキが、ストロベリーショートケーキが余りましたので、 please、 ぜひ皆さんに分けてあげてください。こうしてまた驚きの波紋が広がった。You guys wanna see one more? 見たい。もう一つ見る。イエーイ。ここで再びセロのスタジオサプライズ。 OK、 じゃあ次はちょっと喉が渇いてきました。はい。小銭今日持ってきてる人いますか？小銭。 Any coins? できたら、まずはゲストに小銭を要求。持ってきてる人、はい、ありますか？500円玉だけ出して、カズキに500円玉を借りる。はい、Good。 そのまま持っといて、お財布置いといて、 Follow me。 私ですか？ Yes、 Follow me。 僕をついてきてください、はい、皆さん、 Can you just wait a minute? ちょっと少々お待ちください。すぐ戻ってきます。Follow me, follow me, right this way。 カズキの手を取り、スタジオの外へと向かうセロ。500円玉を使い、一体何をしようというのか。自動販売機です。はい。自動販売機、2つあります。まずは1つの機械を決めてもらいます。右側の機械か左側の機械、どっちがいいですか？どっちでもいいんですね。はい。This one right here. Okay, good. その500円は使いません。僕ちゃんと小銭用意してます。Good. どのドリンクでもいいです。なんかさっぱりしたドリンクを一つ。さっぱりしたドリンク。さっぱりした。誰もいいんですね。はい。何にしようかな。じゃあビタミン。Okay, go ahead. 押してください。押してください。はい。Okay, good.釣りは僕取って、そのまんまドリンクを出します。 CC ラーメン OK、 Let's go。 行こう行こう行こう、戻ろう戻ろう。自動販売機で買った缶ジュースで何をしようというのか。スタジオに戻り、全員を前に集める。では今から実は大マジックルールをブレイクします。マジックには必ず現象が起きる前に教えないことです。でも今から現象先に言ってしまいます。さやさん、はい、500円玉見せてください、はい、この500円玉、うん、これからこの缶の中に入れます。だって今買ってきたやつですよこれ。買ったばかりの缶ジュースに500円玉を入れるというセロ。なんで僕は500円玉を依頼したかと言いますと、見てください、蓋開けても入りません。なるほど。入りそうなんです。蓋の大きさを確認させる。一体どうやって入れるというのか。 OK、 今ちょっと振ります、うん、何もないです、うん、聞こえてますね、はい、音しか聞こえてません、はい、ここでマジックを取り出し、500円玉にサインをしていく、はい、ちょっと僕の名前書きます、はい、いいですか。はい、OK。Just like this。 カタカナですよ。セロって書きました、うん、でお願いあります、はい、裏の方に同じように自分のこう名前をアルファベットで大文字で書いてもらいましょう。大文字で、はい、どうぞ。同様にカズキにも名前を書いてもらう。これでさやさんの名前が片方にあります、はい、裏には僕の名前があります、はい、これで世界に1枚しかないコインになりました。いよいよサプライズの幕が上がる。Oh,
お願いします。この CC レモン、はい、ちょっと右手で軽く持ってて Just like that、 この辺で、はい、Good、うん、OK Saya, your name? My name。 じゃあ皆さんも見えるようにちょっとスペース開けましょう、はい、ちょっとだけスペース開けてください、はい、OK、 なんかドキドキする OK、 Are you ready? はい、いきますよ、はい、僕の指先に置いておきます。OK? ここです。はい。軽く僕に押してください。軽く僕の方に押してください。One, two.落としたぞ今。なんか、なんか落としたよ。みんなみんな入って入って入って。あれ見落としたよね。来て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 。振ってください。横に振ってください。ほらほら。入ってる。Wait wait wait。ちょっとスペース開けて、ちょっとスペース開けて。それじゃないかもしれないもんね、まだね。Wait wait。ゆっくり動きますよ。ゆっくり動きます。OK? Take this. 確かめます。あ、見た。せーろって。見えてる。出ませんよね。じゃあ今から出してあげます。今から出してあげます。ゆっくり動きますよ。ナイフを取り出し、缶を2つに切っていく。果たして缶の中に入っているものは。間違いないですよね。間違いないですよね。でも多分まだリアクションがないのは一つの理由です。この500円玉にカズキのサインは書かれているのか、後ろにちゃんと名前が書いてあるか確かめましょう。おお、さや、間違いないですか。あ、間違いないです。間違いないですよね。 This is your coin?これはそのまま返します。 for you。 本当だ。どうぞ取ってください。僕触りたくないです。触りたくないです。 OK、 カメラ見せてあげて。絶対間違えない。 That's 世界の1枚しかないさやさんのコインでしたよね。しかも私ちゃんと13年っていうのも覚えておいたんですよ。本当に合ってる。自分の字ですか。自分の字です。これはすごい。 Thank you。栃木県日光、世界遺産に認定されている東照宮をはじめ、歴史に彩られ数々の国宝が眠るこの町で、セロは今回サプライズを起こすという。セロが向かったのは東照宮からほど近い金谷ホテル。創業明治6年、日本最古の西洋式ホテル。その屋外に併設されたスケート場は現存する日本最古の天然スケート場。颯爽と現れたセロ、スケート場で一体何をしようというのか。 Hello everybody。 じゃあ始めようか。皆さんちょっと集まってください。ちょっと集まってください。僕を囲んでください。いよいよサプライズの幕が上がる。ではちょっとお願いあります。 Let's see、excuse me, what's your name? ノブ。ノブ、お願いあります。ちょっと一本前に出てください、
これから僕は手を出して360度ゆっくり回っていきます、はい、好きなところでストップって言ってください、はい、OK? どこでも構いません。ストップここですか、はい、変えますか。今なら変えていいです。ここの場所で決定にしますか。じゃあ変えます。変えます、はい、じゃあ続けていきます、はい、ストップここですか、はい、変えますか。変えないです。変えない、はい、で今僕が指さしてる方向同じように手を出してください、はいはい、ここですね、はい、変えないでください、はい、今日はこういう水のボトル持ってきました。これからお願いあります、はい、このボトルを軽く持って、はい、今指を指してる方向に、はい、こう軽く投げるだけです、はい、できますか。軽くこう、はい、投げてください。続いて決めた方向にペットボトルを投げてもらい、その場所へ移動。皆さんお願いあります。こっちに来てください。 Over here, over here everybody。 無作為に選ばれた人と場所、ここで一体何をしようというのか。この後我々は驚きの光景を目の当たりにする。今ペットボトルこの位置にランダムに投げてたどり着いた場所はここです、はい、ではこれから皆さん見たことないちょっと面白いマジック現象をお見せします。その前に僕今から携帯電話を一つお借りしたいです。皆さん携帯電話を出してください。携帯電話集まった人々の中から携帯電話を借りる。携帯を使ったサプライズとは一体。 This one's good right here。 これちょっと借りていいですか、はい、What's your name? ヨコ。ヨコ今日一人で来ました。いや彼氏。彼氏と。おう彼氏。液晶には2人の画像が。立つ。Sorry? 立つ。立つ。じゃあ2人ちょっと。この携帯を使い、一体何をしようというのか。皆さん、僕はこれを使って面白いマジック見せると言いましたね。でも実はちょっと勘違いしています、皆さん。このペットボトルを使うんではなく、このペットボトルの下にある氷を使います。リンクの表面を削り、そこにペットボトルの水をかけ氷をクリアにしていく。果たして何が起きるのか。携帯電話貸してください。 And お願いします、この携帯にかけてください。電話を、彼女の携帯に電話をかけてください。はい、なりました。お、写真付きです。携帯には確かに彼からの着信が。では皆さんよく見ててください。そのまま切らないでくださいね、はい、鳴り続ける携帯電話を氷の上に置き、セロが両手をかざすと1 2 3。なんと携帯が氷の中に。まだ電話鳴ってますか。鳴ってます。鳴ってますか。どうぞ触ってください。完全に入ってます。鳴ってるよ。皆さんよかったら今のうちに触ってください。本当だ。すごい。ヨコちょっと心配の顔してます。Don't worry. Don't worry. 今からちゃんと出してあげます。まだ今電話かけてますか。かけてますね。そのまま切らないでかけっぱなしにしてください、はい、皆さんこのナイフを使って出します。よく音を聞いててください。マジで？氷の中から出てきたのは紛れもなく彼女の携帯。ちょっと待って、出ますよ出ますよ。ちょっと出てください。 Hello? Hello? ちょっと
と確認してください。喋って。もしもし。もしもし、来るよ。奇跡の瞬間をもう一度見てみよう。まず氷の表面を削りクリアにしていく。そこに借りた携帯電話を置き、セロが力を込めると、なんと、携帯が一瞬にして氷の中に。そして氷を割り、中から携帯を取り出すと、埋まっていたのは間違いなく彼女の携帯。Thank you, 皆さんありがとう。日光の長い歴史にセロのサプライズが刻まれた。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。僕のサプライズ見せる前にまずは英語レッスンをちょっとしましょう。OK? ちゃんと僕は今日スケッチブック持ってきました。 Right over here。 ではこれからこのスケッチブックを使って英会話のサプライズがあります。果たして英会話のサプライズとは。皆さん、これから面白いの見せてあげます。ここにまずある絵を描きます。What's this? 丸。No, in English. Circle. Circle. 違う見方をしますと違うものになります。Ball. Ball. That's correct. もう一回。Ball. でももう一度見方を変えると。ボール、つまり器っていう意味です、はい、じゃあ今日はボールは使いません。 No ball。 ボール。普通器の中には何入れたりしますか。お花。お花。 I have an idea。 僕だったら、あー、かわいい。金魚かわいい。これは Fish。 Fish, that's correct。 じゃあ皆さん合わせて全部言ってみましょう。 Fish, Fish. Ball、oh. Very good。 じゃあ皆さんお見せしたいのがあります。 Watch carefully。 一体何を見せるというのか。スケッチブックを椅子の上に置く。もう一回皆さん言ってください。 Go! Fish, Ball。もう一度改めて言いましょう。フィッシュボール。セロのサプライズは終わらない。今日一人にプレゼントします。金魚をプレゼントするという。美穂さんにプレゼントします。その前にお願いあります、はい、名前をつけてあげてください。名前？ Yes, a name、 名前、なんか一つ好きな名前。金魚に、じゃあバニラで。バニラ、はい、バニラ、do you like that? その名前。おっ、Shit. ちょっと待って。Oh my god. Sorry. Vanilla. いた。Vanilla. Vanilla, come here. Come here. Water. Water. どうしよう。ちょっと待って。I have an idea. アイディアがある。ちょっと待って。Come here. Come here. 開けましょうか。いや、大丈夫です。Stay there, Vanilla. やだ。
水これに入れましょう。ちょっと入んないよね、入んないよね、そんな上に。カモンカモン。Vanilla, please take care of Vanilla. どうぞこのまま持って帰ってください。焦った。なんで焦ったって。これだって閉まってるよ。ごめんなさい、開けてあげないと空気が。あ、そうか。でも持って帰るとき、ね、こぼれない。はいはい。なんでだろう、でもなんで入ったの。ゼロのセレブリティサプライズ、続いてのターゲットはこの人。あるドラマの収録現場を訪れたゼロ。そこで今回のターゲットが待ち受ける。 Hey, how's it going? 1月スタートのドラマ秘密の花園に出演中の皆さん、釈由美子が演じる少女漫画の編集部員と4人兄弟の風変わりな人気漫画家とのやり取りを描いたコメディードラマ。ねえ、閉じて。火曜夜10時より絶賛放送中。最高にドキドキした。今日はみんなにあれ、ぜひ見せたいマジックがあるんです。はい、はい、マジックじゃん。違う。これはただのマジックです、はい、これではないです。本当に見せたいのは実はカードを使ったマジック。それは出演者のチームワークを確かめるカードサプライズ。見たことありますか。あります。これから1枚のカード由美子さんに選んでもらいます。ここですね。由美子、今日選んだカードはクローバーの2。シャクさんが選んだカードはクローバーの2。そしてそのカードに名前を書いてもらう。これで Your card は世界に1枚しかない由美子さんのカードになりました、yeah. 続けなくていいですか。続いてセロは同様に金目さんにカードを選んでもらう。 The Nine of Diamonds。 金目さんが選んだカードはダイヤの9。 My way。 そこに名前を書いてもらい、 Great。 さらに他の出演者にもそのカードに名前を書いてもらう。5人の心を一つにするサプライズとは一体。ダイヤの9、そして由美子さんのクローバーの2、2つあります。お願いあります。皆さん左手をこのセンターに持ってきてください。そう、もっとくっつけてください。こういう感じです。2枚のカードここに置いていきます、うん、番組では皆さんが一つの家に住んでいます、うん、なので僕は今日皆さんのカードを一つにします。セロが力を込めると、あれ、あれ、触っていいのこれ。くっついてんじゃない。いやいや、ちょっと待って待って。うわ、1枚だよ。あ、本当だ。くっついてないもん。なんと2枚のカードが1枚に。セロのサプライズで5人の心が一つになった。これが秘密の花園です。ここからの放送は花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。これで一人一人の手がつながりました。さあ、続いてはセロの海外サプライズです。セロ、今回はどこに行ってきましたか。 We went to Thailand。 タイ、チェンマイ。日本から遠く離れたタイでのサプライズ、ご覧ください。今回セロがやってきたのはタイ。旅の目的は首都バンコクからおよそ700キロ北に位置するチェンマイの子供たちにサプライズを見せること。チェンマイは別名タイのバラと呼ばれるほど緑豊かな街。果たして子供たちはセロのサプライズを喜んでくれるのか。空の玄関口、チェンマイ空港。到着したセロの傍らには俳優金子貴俊の姿が。そう、今回セロのサポーターとして金子が旅に同行することに。やっぱ
回僕タイ語わかんないので、はいはい、言葉のいらないマジックです。僕のマジックで心をつなげたいです、タイの子供たちと。空港から車でおよそ30分、2人は子供たちの元へと向かう。実は今回セロがこの地を訪れたのにはある理由があった。それは、ここかな。あああった、バンロムサイ。バンロムサイ、あ、いた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 。あー、遊んでる遊んでる。おー、こんにちは。ここが今回の目的地、バーンロムサイ。サワリカー。おー、かわいい。見て、みんなかわいいね。あー、いい笑顔。ここバーンロムサイでは親を亡くした子供たちが共同生活をしている。おお、じゃあいいの、行って案内してくれよ。無邪気な笑顔で2人を歓迎する子供たち、実は皆ある境遇に置かれていた。それはHIV。 バーンロムサイの子供たちは親をエイズで亡くし、自らも HIV に母子感染しているという。暮らしているのは2歳から14歳まで30人の子供たち。最近では HIV に対する治療が進み、発症を抑える薬を飲み続けていれば普通の子供と何ら変わらない生活を送ることができるのである。確かに子供たちの行動や笑顔には HIV に感染していることを微塵も感じさせないパワーがみなぎっている。みんなこっち、みんなこっち来て、みんな早くこっち来て。そんな子供たちにさらに元気と希望を与えることができたらと、セロは今回ここバーンロムサイにやってきたのだ。 All right. 今日はみんなにぜひ見せたいのがある。ヌンです。ヌン、ヌン、おいで。よし、ヌンちゃん頑張って、はい、Come on. Come on. 一体何が始まるのか、静かに見守る子供たち。はい、今日これ使おう。お水とコップ、お手こうまっすぐ伸ばして、でコップ2つ渡します。こうしっかり持って、でこれもしっかり持って、今から水を中に入れていく、はい、好きなところでストップって言ってください。ストップ Here? ああ、OK。 でここも入れていく。ストップ。 OK、 入ってるよね。で、ゆっくりこぼさないで自分の頭の上にこうやって乗せる。二人でゆっくり360度回ります。コップに入ってる水が消えます。一周回るとコップの中の水が消えるというのだが、水が入ってるよ。でもこの中は入ってるよね、まだ。今度はこのコップに入ってる水を1、2、3数えると消える。みんなで3つ数えるとコップの中の水が消えるという。果たして OK? OK? いくよ。挨拶代わりのサプライズ、子供たちに喜んでもらえたようだ。嬉しそうだな。とここで一人の男の子がセロの元へやってきた。お、どうしたんですか。お、僕も見せたいものがあるんだ。え、僕に何か見せるんですか。彼の名前はグライ君、14歳。面倒見がよくバーンロム祭ではリーダー的存在だ。そんなグライ君がセロに得意の風船パフォーマンスを見てほしいという。お、意外と風船結構苦手なんだよね。キュッ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 なって長い風船をねじって出来上がったものは、おお、すごいね。
僕これもらったのでグライ君から今日一つ見せてあげましょう。おお。思わぬプレゼントをもらったセロ、お返しに風船を使ったマジックをプレゼントするという。一体どんなサプライズを見せてくれるのか。OK できた。これからとっても危険の技を見せます。 Watch。 危険な技とは一体。おもむろに風船を加え口の中に入れ始める。どん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 口の中へオレンジ色の風船を押し込んでいく。するとあろうことか長い風船がみるみるうちにセロの体の中へ。確かに危険な技だ。そしてついにはあの長いオレンジの風船を全部飲み込んでしまった。セロのサプライズはまだ終わらない。なんとオレンジの風船がセロの体内でみかんに変化。口開けたまま止まってます。びっくりした。びっくりした、ね、そして最後に本物のみかんだとグライ君に確認させる。風船サプライズは大成功に終わった。すごいね。とここで子供たちがセロと金子にぜひお母さんを紹介したいと言い出した。行って行って行って。じゃあ行きましょうか。ご挨拶に。オーケー。お母さんこっち。なんとバーンゴム祭のお母さんは日本人。どうも。サワディカップ。サワディカップ。サワディカップ。どうもようこそ。はじめまして、ホトルミヤです。よろしくお願いします。そういうところありがとうございます。いや、子供たちにお母さんと慕われる名取美和さん。美和さんが初めてタイにやってきたのは今から10年前。エイズで両親を亡くし HIV に母子感染した子供たちが安心して暮らせる新しい家族を築きたいとの思いから8年前にこのホームを設立。タイ語で大きな木の下の家という意味のバーンロム祭と名付け、子供たちに愛情を注ぎ本当の家族同様に育てている。夕食の時間。うまい。これ日本の普通のタイ。食べることは子供たちにとってとても大事なこと。栄養満点の食事で免疫力を強くする。しかしなぜ美和さんはバーンロム祭を作ろうと思ったのか。私の友達ドイツ人のお医者様と一緒にそのエイズの患者さんの最後を見取るっていう仕事を彼女がしてたんですね、ボランティア でそれについていって、そのエイズで本当に亡くなってくる人たちを見ていくときに、女の人たちが一番何が辛いって、私が死んじゃった後に子供を残していかなくちゃいけない、それもおまけに自分のせいで子供に HIV を移してしまったって言って聞いてる時に、それじゃあやっぱり何か何がね、その HIV のエイズの患者さんたちに何ができるのかな、何をするのが一番いいかなと思った時に、やっぱりその残されていく子供たちの面倒を見るのが、まあ個人というか、私は個人と呼びたくないんですけど、こういうホームを作ろうって思ったんです。両親を亡くし幼い頃から愛情を知らずに育ってきた子供たち、そんな子供たちに目いっぱいの愛情を注ぎ我が子のように育てている美和さんにとって一番心配なのは子供たちの将来だという。それぞれ大きな大変な過去を背負っているわけじゃないですか、はいはい、だからやっぱり生きるっていうことにもうずっとずっと貪欲でいると思うんですよね。だからやっぱり一日一日ありがたいと思って生きるっていうか楽しいんだと思う。子どもたちはみんな自分が HIV だっていうのは知ってるんですか。もともと小さい3歳の子は知りませんけど、あの大きい子たちは知ってます。果たして自分に何ができるのか、セロは悩んでいた。
病気は治せらんないんですけど、僕の気持ちはいつも何かしてあげたいといつも思っていて、何が できるか僕もまだ分かんないです。僕が子供の時にいろんな嫌なことがあったけど、どんな嫌なことがあっても必ず僕にはマジックが存在していたの。必ずそこが僕の力に支えてくれた一つの命だったので、今回、まあ、力になれるか分かんないけど、この子供たちにその僕から僕に与えられた同じチャンスを彼たちに与える気持ちで来ました。ありがとうございます。セロは子供たちに一体何を見せるのか。翌朝、この日は土曜日のため学校は休み、休日はバーンロム祭の中で遊ぶことが多いという子供たち。男子はもっぱらサッカーに夢中。あまりの元気の良さにセロと金子もついていくのがやっと。子供たちがすごい元気。いやいいですよ、楽しいですね。疲れちゃった。すっごい遊ばされたよね。なんかこの辺でなんか見に行ったりする、歩いていけるような距離ありますか？ハンドンというところの市場に行ったらどうですか？バーンロム祭から最も近いハンドン市場。野菜や果物、日用雑貨から洋服まで生活必需品は全てこの市場で揃えることができる。子供たちと市場を散策、夕食のメニューをみんなで相談すると、ここでセロがニンニクに興味を示した。手にしたのはニンニクのかけら。ニンニクのかけらを一体どうしようというのか。セロが両手で力を込めると、おー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 。なんとニンニクのかけらが宙に浮き、自由自在に空中をダンス。そして、さらにセロはニンニクを何個も口の中へ放り込んでいく。セロどんだけニンニク好きなの？するとニンニクのかけらが、この後一体どんなサプライズを見せてくれるのか。セロにはバーンロム祭の子供たちにどうしても教えたいマジックがあった。読めるの楽しみで。読めるはずがないですよ。真剣にこうやってて読んでんのかなと思って。今日はこの村の子供たちに、はい、僕が人生で一番最初に習ったマジックは新聞使ったマジックなんです。読みましょうか。みんな集まって。人生で最初に覚えたマジックを子供たちに教えるというセロ。子供たちの笑顔にかつての自分をダブらせる。じゃあこれからみんなにここで木を作ってあげる。その様子を食い入るように見つめる子供たち。新聞紙をすべて丸め終わり、筒状にしたら半分ほどハサミで切っていく。これで種ができた。はい、ここで質問があります。はい、木はできるためには種だけでは木にならないです。水が必要。水、 Very good。 お水が必要です。では水をあげましょう。じゃあ今日はお水、僕のツバです。お水です。お水を種に与えてあげると、なんと、木ができるんです。おお、きれい。みんなもやってみたい？やってみたい。やってみたい。みんなの手に持っているのは何？種。つばつける。
てていきます。おこの木のように大きく成長してほしい。セロはマジックに子供たちへの思いを込める。夢中で遊ぶ子供たち、そこには初めてマジックと出会ったあの日のセロと同じ喜びが溢れていた。そんな中、美和さんからセロにある相談が。もしよかったら村の子供たちも一緒に見せてやっていいですか？この村の子供たちあんまりここに遊びに来るチャンスなくて、こういうチャンスがあったらもうぜひ一緒に。 Of course. Of course. 村の子供は遊びに来たりとかしないんですか？ね、そもそもなかなかね、昔はやっぱりこういうところだからってんで、はい、まあそれが差別と言っていいか。HIV は血液や粘膜以外では感染しない。しかしタイでは HIV に対する正しい知識が浸透していないため、いまだに感染者への差別が消えていないという。バーンロムサイの子供たちもそんな偏見から地元の小学校では受け入れられず、車で30分ほど離れた学校に通っている。バーンロムサイの子供たちと村の人たちの交流の場が設けられるのはとても貴重で意味のあることなのだ。果たして村の子供たちはやってくるのか。なんと美和さんの呼びかけもあってか、近所の村人たちがセロのマジックを一目見ようと大勢やってきた。おーい、みんなこっち、カモン、カモン。小学生から中学生までおよそ80名の村の子供たち、みんなが一緒になってセロのショーを楽しむ。いや、すごいことになってるよ。いや、このみんなが混ざって座ってるのがいいわ。いいですね。それでね、あとはなんか一体感が出てくるといいですね。Thank you、 ありがとう。同じ。まずは体を使ったマジック。じゃあ同じことしてください。クロスした腕が回ってしまった。子供たちも大喜び。前にバーンロムサイの子供たちに見せた風船マジック、ただし今回は赤い風船。セロが風船を飲み込んでいくと、なんとリンゴに。一体なぜセロは同じマジックを見せたのか。すごい楽しんでる。それは全てラストサプライズを際立たせるためだった。今日すごい人紹介したいです。え、何ですか？皆さん、今日はチャンマイにすごい魔法使いが来てます。僕ではありません。ここにいる魔法使いです。え、大きな拍手で迎えください。グライ君、クマグライ。何、以前風船技を披露してくれたグライ君、実はグライ君にはある夢があった。グライはね、本当結構辛い人生を送ってきたんですよね。でも一番最初に彼のマジックっていうか、本当にまだ拙いもんだったんだけど、見ててねなんて言って、本当こんな買ってハンカチがこんななって黄色が赤になったりしたのやってて、まあ、その時にっこりと笑って、でそれで僕をマジシャンになりたいって言ったんで、グライ君だけに Just for you、 僕一つ教えてあげる。今日はね、セロは美和さんの話を聞いて、なんとかグライ君の夢を叶えてあげたいと思ったのだ。もう一回見ない。何度も練習したティッシュが消えるマジック、これだけ大勢の前で成功させることはできるのだろうか。 Are you ready? 大丈夫？大丈夫？ OK、 じゃあグライ、ここに立って、これからいよいよグライ君の初舞台が始まる。 You are the magician、 魔法使いです。 OK、 じゃあグライ君、はい、皆さん拍手 for グライ。ティッシュを1枚取ってください。まずはティッシュを配るグライ君。ティッシュには種も仕掛けもありません。ティッシュを手の中に丸めていきます。手の中で巻いていく。ティッシュの端っこはちょこっとだけ出しといてください。で、その出てる部分をちぎります。ちぎってない？はい、ちぎった、はい、ちぎった。ちぎったティッシュはポケットに入れます。
に入ってるよね。手何も触ってないもんね。3つ数えて手を開いてください。はい、ヌンソンさん、はい、ソンさん、さあ手だけが消えた。あれ、おお、人生初のマジックショーは大成功を収めた。どうだった？すごかったよ。おお、マジシャンを夢見ていたグライ君の心の中に何かが芽生えた。緊張した。緊張はいいこと。でもね、これからここの村の子供たちだけじゃなく、もうタイ全国の人たちにマジック見せてあげてね。グライ君のマジックショーで離れていた村人と心がつながり、バーン飲む際に新たな交流の輪が広がった。オーケー、バイバーイ。どうもありがとうございました。なんか久しぶりに今日は賑わいました。あ、よかったです。すっごい盛り上がりました ね。よかったですよ。あれだけの子供数えたら79人来てくれた。そんなに村中の人が集まった感じじゃないですか。そうです。こういう色のチャンスがあって、あ、村の子が来てくれれば別に本当だんだん差別と偏見なくなると思うし、はい、病気より彼らにとって何が辛いって病気よりも差別と偏見なんですよね。そうですね。誰だってそうだと思うんです。やっぱり差別とか偏見っていうのはやっぱ結構辛いし、そういう時に私はやっぱりその手に職つけてっていうか、熱中できるもの持って、それでなんかやっぱりその壁を乗り越えるっていうか、そういうことができたらね。でグライ君もね、すっごいよくやったし、ね、なんか自信がついたみたいで。美和さん、なんかあの紙ありますか？紙って何かを書くんですか？はい、あの普通のビジネスシートペーパーみたいの、はい、突然紙が欲しいと言い出したセロ、一体何をしようというのか。そうそうそう、これこれこれ、紙です。紙を2つに折り、ハサミで端をどんどんカットしていく。みるみる小さくなっていくこの紙から、一体何が出来上がるのだろうか。できました。これです。何ですか？美和さん、僕から美和さんにプレゼントです。そこ私もしかしたら。そうです、美和さん、美和さんがここまで素晴らしい、はい、この施設を作ったのは美和さんのおかげなので、ありがとうございます。ぜひ美和さんに一つ見せてあげたかったんです。いや、すごく神を美和さんと子供たちに変えるサプライズ。これをバーンロム祭の象徴でもあるガジュマルの木に巻いていく。おお、あ、こっちまで行く。回る回る。はい、回った。あ、届きますか？届きます。わあ、すごい。子供たち、そしてバーンロム祭のために人生を捧げる美和さん、みんなが幸せに暮らしていけるようガジュマルの木に願いを込める。さあ、タイで2つ目のサプライズ、非常にセロの思いのこもったサプライズでしたけれども、感動しちゃってね。うん、ずっと今日すごいマジックを見てきたんですけど、もうこういうまた違う角度のもうサプライズっていうか、もう本当に感動の一言ですよね。うん、彼の人間性っていうか、そこまではマジックで無理だから、それが見れたのがすごい今日は夫婦で感動したところです。普通はね、だってこう、わあ楽しいとかすごいっていうレベルを超えて、なんかもう本当になんでセロさんがマジック始めたかっていう、その大きな本当の理由が見れたような原点がね、うん、そうですね。でもう僕もすごい学びました、今回旅をして。子供たちに何か見せてあげるつもりで行ったけど、僕が行って僕が逆にエネルギーを逆に吸収して帰ってきたような感じです。はい、
さあ、それではセロの最後のサプライズご覧いただきましょう。そして別れの時がやってきた。頑張ってね。僕にこういうのくれました。バーンロムサイで過ごしてきた楽しい時間、しかし子供たちを知れば知るほどセロの中にはある悩みが。なんだろうね、なんかここまで来て彼たちに本当喜ばせることはできたんだけど、なんか悲しく思ったのは、 HIV って世界中にもっともっと大きく広がっている、うん、HIV のことがまだまだこの世界で知らない人たちが多すぎると僕思いました。ちゃんと同じスプーン使っても平気だし、スキンシップがあっても全然大丈夫だし、怖がる必要がないんですよね。僕自身もやっぱり来るまではやっぱ HIV っていうのがどういうものかも知らなかったし、実際ねやっぱちょっと最初怖かったの、来る時にもし移っちゃったらどうしようとか。それって僕がただ知らなかっただけなんだよね。マジックで僕は HIV 治すことはできないけど、でも僕たちがもっと皆さん、日本の皆さんだけじゃなくて世界の皆さんにもっとみんなに知ってほしいです。そして別れの時がやってきた。この旅はとっても楽しかったです。今日僕と金子帰ってしまうの、日本にすごい悲しくなります。みんなも楽しかったですか？楽しかった。あー、グライ君おいで、おいで。グライ君、ティッシュのマジックどうでした？楽しかったよ。で、グライ君にもう一つ今日ティッシュを使ったマジックをぜひ見せてあげたいんです。ちょっと調べて、何もないことチェック。大丈夫ですよね、何もない、okay? では、can I have the tissues? もう一つ、セロは最後にティッシュを使ったサプライズを見せるという。ティッシュを1枚取り出し、グライ君がやったマジックと同じように手の中に入れていく。そして手を開くと、おーい、水晶。この水晶は夢と希望を与える不思議の力を持つ石です。皆さんにももう一つ見せたいのがあります。ミワさんにこの輪っかを作りました。これからみんな一人一人でこの輪っかを作ってもらいます。皆さん、これで一人一人の手がつながりました。手だけがつながったんではなく、皆さんの心がつながりました。グライ君と同じような年の頃、僕がマジック始めさせてもらった人がいます。その人は僕にこういうのをくれました。同じグライ君の水晶と同じ水晶です。ものすごいエネルギーが溜まっています。自らのマジックのルーツでもある水晶を地面に置いたセロ、力を込めると、なんとたくさんのパワーストーンが出現。マジックと出会い人生が変わったというセロ、子供たちにとってこのパワーストーンが何かのきっかけになればと一つずつプレゼントしていく。メレック、今日でセロと僕帰っちゃうけど寂しいな。最後にグライ君からセロに言いたいことが。何か言いたいの？それは、僕頑張ってマジシャンになるよ。グライがあなたを追い越してるかも。いや、ぜひもう僕より超えてもらいたいです。頑張ってね。人は出会いによって作られる。セロのマジックが子供たちの人生に新たな夢と希望を与えることができたのかもしれない。そしてセロもまた子供たちとの出会いによって人生の新たな一歩を踏み出せたという。
HIV に母子感染しているバーンロム祭の子供たちは1分1秒今この瞬間を大切に生きている。バーンロム祭、子供たちの笑顔の中には輝く未来が確かに。セロさんのマジックにはなんかやっぱり夢がある、人に夢も与えたし、うん、きっとね、あのグライ君だって将来タイのマジシャンになって世界の人と交流していくんだろうなっていうのを感じさせられたし、本当に何日間しか一緒に子供たちと過ごする時間なかったんですけど、本当に人生っていろんな壁どの人でもぶつかると思います。でもこの子たちは本当に前向きで、その生きようっていう希望が強くて、してなんかマジックで僕がこういう機会にそういうところに連れて行かれて、すごい僕は本当に感激感動しました。ありがとう、本当にありがとう。 Everybody thank you so much。 この放送は花王とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Ready, steady, go!